はい、どうもこんばんは。こんばんはじゃないね、こんにちはだね。ということで、動画をね、3週間ほどお休みしておりました。ごめんなさいね、本当に。何か訳があったわけいや、なんかね、あ、はい、金のカニトマトクリーム、なんか新商品かわかんないけど、セブンイレブンであったら熱い熱い、レンチンしてきました。ということでね、なんでこんな3週間も動画出してなかったのかって言いますとね、ちょっとこう、なんだろうねあのモチベーションっていうのかな、ちょっとモチベーション、英語で言うとモチベーションなんだけど、ちょっとモチベーションがね、あまりにも下がってしまいまして、美味しそう下がっちゃって、ちょっとそれで動画をね出せなかったのよ。でもとはいってもさ、出さなきゃなと思ってたのよ。そろそろあの動画出さなくなってから1週間経ったな、2週間経ったな、もう1ヶ月経ちそうだなっていうのはずっと思ってたんだけど、それを考えれば考えるほど、なんか動画を出さなきゃっていうプレッシャーで、なんかカメラ回すやん、撮影ボタンピッて押すやん、ピッて押して1分ぐらい喋ったら、なんかちょっとこんな状態の動画、なんつうの、その無理やり元気を出してあの撮影した動画を出しても、なんかよくね、めっちゃ撮れた、よくねえなと思って出さなかったのよ。撮影ができなかったのよ。スランプもかかんないけどね、みたいな感じでした。いただきます。おいしい。そういうことで、まあ、そういう感じでなかなか動画出せませんでした。まあ、なんつうのか、なんていうのかな とは言ってもあれなのよ。あの、キンプリのね、聖地巡礼とかもしたいなと思って、来週ちょっと京都に行くのよ。来週、キンプリ聖地巡礼で京都に行こうと思ってるから、そこでは動画ちゃんと回して、こう、なんつうの、動画出します。特にないけど動画出しますね。なので、何なんだろうね。わかんないんだよね。モチベーションが下がってんだよ。本当にわかんないの。キンプリの脱退が原因なのか、まあちょっとはあるかもしれないけどね。いただきます。無理やりね、無理やりテンション上げて撮影すんのもちげえなと思って、まあこんな感じでしたね。最近買いました、これ。じゃーん。ケノンの脱毛器買いました。家庭用の脱毛器。すごい、あ、なんかすごい。カメラ越しの俺がいる。そう、家庭用脱毛器を買ったの。ちょっとヒゲがね。やばくない？なんか、夕方になってくると生えてくるとかじゃなくて、ヒゲを剃るやん。ヒゲを剃った。もう2秒後や、本当に。本当になんか、最近ザリガニの毛根のね、主張が激しいのよ。毛根の主張がすっごい激しくて、お風呂でこう剃るやん。あいつもお風呂で剃ってんだけど、お風呂で剃って、お風呂で剃って、出てきて、あの、鏡見ながらドライヤーするやん。で、ドライヤーしてるともうヒゲ生えてんの。やばと思って。で、このケノンってやつ7万すんのよ。たっけ。かっけえけど、いつか脱毛しよう。待って、やば、パソコンにケチャップ。あれ？高いんだけど、まあ、いつか脱毛するのよ。俺、絶対にね。決めてるから。いつかするなら早い方がいいやんと思って、もう買っちゃったよね。7万だよ。やばいだろ。もしだから、ちょっとこれ、1ヶ月くらい使って、よかったらじゃあみんなにレビューするね。だから、なんつうの？脱毛器探してるけど、何がいいかなって迷ってる人は参考にして。BGM がないね。で、これ、いいやもん。なんかこんな感じでさ、ってなっちゃうんだよね。ってなっちゃうの。別にあれだよ。日常が楽しくないとか、そういうわけじゃないのよ。なんか全然結婚生活も楽しいし、
日常に変化はないのよ。だけどなんかおたかつもあんまり今できてなくて、別にしたいんだよ、したいんだけどできてなくて、でちょっと聖地巡礼系というか、結構俺そのなんだっけ、でっけえポスター見に行ったりとか、そういうどっかに行く系が好きだから、その外で撮影するとか好きだから、聖地巡礼は絶対しようと思って、もう来週、ほんと来週奥さんと京都に行って、京都で聖地巡礼して、でそれをみんなにちょっとお届けしようかなと思ってるんで、楽しみにしてください。定期的にやろうかなと思って、月1企画でもいいんだけど、まあなんかそんな感じで やる予定です。父親からも心配されたもん。なんだっけ、父親から LINE で元気とか、ザリガニはどうしたのみたいな感じで LINE 来たりとか、あのなんだっけ、 YouTube のコメント欄とかでも動画出してませんねみたいないただいてて、いや、わかるわかる、出してねえなと思ってる、出さなきゃ出さなきゃと思って3週間経ちましたね、びっくり。うん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 、どうしよう、この動画ノーカットらしいよ。まあいいか、YouTuber なんてリアルを届けるのがね、 YouTuber みたいなもんだからね。まあ最近、ここ最近は撮影メンタルがなかなか出ず、こういう感じで、うん、なんか撮影しては撮影をやめて、撮影しては撮影をやめてっていう、なんか3週間3週間が経って、うん、なんかテンションが上がんないというか、別に本当に日常ではテンション上がってるんだけど、撮影するぞっていうテンションになかなかなれなくてって感じだったね。で今もずっとそうなのよ、今もそういう気持ちだったんだけど、ちょっと無理やりにでも撮影して動画投稿することでちょっと変わるかなと思ったから、動画撮影しました。で、やば、これ大丈夫？え、この動画編集なしで上がるの？編集なし、BGM なしで上がるの？じゃあみんな、もう今言っても遅いけど、あれやで、なんかしながら見てね、まじまじと俺の動画見ないでね、本当に。本当にね、よろしくね。まあ、そんな感じでしょうか。そんな感じですかね。またちょこちょこ動画上げていくし、近況を語っていこうかなと思うので、よろしくお願いします。はい。また動画出します。バイバイ。元気だよ。安心して。バイバイ。